さあ最近ねちょくちょく出てるこの迷彩シートのアプリですが、この方ねマフラーアップデートしてます。 KN の G03X やったっけ、うんですね。でこれでねこの間一回ちょっと乗せてもらったことがあるんですが、もう下がすっかすっかで、もうその代わりパワーバンド入ったらすごい加速をするというようなね、もう本当あのサーキット仕様になってたんですが、あのセッティング変えてねかなり乗りやすくなったということなんで試乗させてもらおうと思います。はい、というわけで、今試乗させてもらってますね。前回の時、ちょっとねこのアゴマウントカメラね、これがねちょっと外れちゃって、試乗させてもらった時にねちょっと撮影ができなかったので、もうねあの上げなかったんですが、これ実は試乗2回目ですね、このマフラーに変わって。で前回乗った時、まあ、さっきお話ししましたが、もう完全に独感仕様でね、上り坂になるとパワーバンド外れて、もう全然加速しない状態、まあ、下手したら30キロとかぐらいしか出ないような感じで、その状態からパワーバンドに入った瞬間、上り坂でもゴワーって加速してたんですよね。はい、でそれが今ね、まあ、あの細かい仕様の変更は私は知りません、そこは聞いてないです。だけど本人的にはかなりいい感じにセッティング出たよって言ってたんで、まあ今乗った感じなんですがね、全然違いますよ前回と。いや前回はあれはあれでね面白かったんですよ、もう常にパワーバンドをキープさえできれば。ただね一般公道ではね、やっぱほら上り坂がねあるので、やっぱどうしてもね、まあ、街乗りは正直できないなっていう感じだったんですよね。でもね今これ違いますね。はい、確かにね自分のと比べると全く差ないです。うん、スカスカだけど必要最低限ありますよ。まあね、このマフラーの仕様っていうのが、まあ、ちょっとよくわかんないから、まあ、この方ねあのシリンダーも加工、ポート加工とかが確かこれしてあるやつなのかな、確か。なので、ノーマル、まあ、ポン付けのボアアップではないので、まあ、ちょっとはっきりとは分からないんですが、もう本当にね、前回はただポンとつけて乗った感じでは、もうね、すっかすかで、もう本当走れないような状態。で、そこから、クラッチスプリングでね、プラス2000回転アップ。クラッチミートがねのやつをつけたらしいですね。で、今ね全然もうほんとこれで普通ですね。はい、もうこれだけ走れれば街乗り十分でね、今さっき来るときに、まあ、パワーバンド入ってはないと思うんですが、ちょっと開けただけでねぐわっときましたね。はい、これやっぱね上は伸びますよ絶対。まあ前回でもねあの上すごかったんです、確かに。でこれね今ね横が乗ったら多分3桁行くんじゃないかな前回ねもうあの3桁行きそうな勢いだったんですよ実は最高速。まあ今日ねここなんで、まあ、ちょっと出せないですけどね、試してみたいなこれ最高速。何度かねあの信号とかでストップアンドゴー繰り返したような感じだと、やっぱりねちょっとスタートの時に一瞬下のなさは感じます。だけど食らってつながりさえすればね、もう普通ですね。はい、普通です。まあこの法定速度内とかで走る分にはね、全然何も問題ないですね。うん。で、なおかつアクセル開ければしっかり加速していくんでね、非常に乗りやすくなってます。前に比べればね。まあその前をね。撮影してなかったので何とも言えないんですが、でもこのマフラー G03X これいいですね。あの排気音はねやっぱりちょっと大きくなります。ちょっとだけ大きくなる。だけどあのいい感じのなんていうかなスポーツチャンバーって感じの
音で、あいたたたた、うん、そんな感じの音でね、まあ、でもね、あの本当にうるさすぎないですね。街乗り十分できます。うん、はい、今ね、ゼロ発進。これね、ちょこっとアクセル開けてあげれば、もう下のトルクのなさは全然補いますね。うん、いい感じですよ。普通に乗れる。前回は本当に普通に乗れなかったからですね、まあ、あれはあれでものすごい楽しかったですけど、うん、まあいい感じだな本当。まあ結構ね、自信作みたいな感じでさっき出る前に言ってたんでね、俺的にはバッチリ出たと思うよって。まあまあ正直ね、納得してないところはまああるような感じでしたけどね。だけどまあな、全部ね納得させるっていうのはちょっとなかなか難しいだろうから、まあ自分のはね、自分のあの1号機は正直全部今納得してきてますけどね。うん、今回は本当良かった。まあそんな感じですね。適当なリポですいません。